ロビンとバットマン、バットマン及び会長人間バットマンはアメリカのテレビドラマである。この作品は DC コミックスのバットマンをベースにしている。アメリカでは ABC ネットワークで1966年1月12日から1968年3月14日まで放送。日本ではフジテレビで本放送が行われ、その後は東京12チャンネルテレビ東京で 会長人間バットマンのタイトルで再放送された。ワウワウでは、新吹き替え版でシーズン3のみで1992年7月から1993年1月まで放送された。本作の吹き替え版においては、2種類の吹き替えのうち、フジテレビ版の方は日本独自の演出があり、ワウワウ版では、バットマンとロビンの性格が変更されている。本作が、 テレビ放送されている途中、本作の映画、バットマンオリジナルムービーが1966年7月30日に公開され、日本では1972年8月20日に、TBS の3時の指定席などで放送、1990年2月に、ソフト化の後、1992年7月15日には、水曜ロードショーで放送された。 DC コミックスキャラクターの映画としては初の長編映画である。このエンディングテーマは再放送では使われず DVD にも収録されなかった。ありがとうございます。